セガお久しぶり。どうもセガワンピースのジュリアです。はい、ということでですね、今日はなんとワンピースフィルムレッドミラーズメンバーで見れてるかということで、ちょっと盛り上がっておりません。お疲れ様です。お疲れ様です。眠くなってくる。いや、眠じゃダメですよ。今回こちらワンピース映画見るんですけども、そのチケットもリュウさんがゲームされて、ありがとうございます。社長ありがとうございます。ありがとうございます。ジュニアだけだったら自腹は、ジュニアチャンネル出て、自分のお金払って、一緒に見る一緒に見るっていうワンピースエリック追ってよかった。エリック誘って追ってよかった。そう、松尾誘ったね。違う本当にそんなことないですけど、本当にありがとうございます。ワンピースの映画ってちなみに見たことあります？あります。決まってますよ。あ、本当ですか？ラメンタンピーは見てない。ラメンタンピーは見てない。今回この映画だったみたいな。あ、そうなんですね。何回？負け惜しみ。おい。本当に何でしょう、今回のワンピース映画は大丈夫ですかね。ワンピース映画として見に行くというよりかは、なんか歌のライブを見に行くという感覚で行った方が多分楽しめると。ポップコーン買えへんよね。行きましょう。ポップコーン買え。お邪魔します。おいおい、ちょ、いらんことフランでいいんすよ。あーかん。おーい、おーい、今のは全元でお願いします。頭おかしい。頭おかしいよ。頭おかしいよ。まいちゃん、まいちゃん、僕がね、一番ね、注目してる映画だけ紹介しとくから。何、何、教えて。これ秋のりと秋のりっていう、違うやろ。ラーとラーラ、これパオ違う。あー、どこに行ってる。あー、何パオ。めっちゃ笑ってる。これが一番欲しいから。うん、それこれだけが欲しい。色めっちゃついてるやつ。新時代のおっぱい。新時代のおっぱい。噴射っていいんですか。ありがとうございます。こんな方でリスナーさんに会いました。イエーイ。楽しみ、映画楽しみ。見てきたんですけども、どうでした。あ、これの意味分かったですよ。これあ、違う、これはCカップじゃない。おい、何やCカップって言うなって。このCカップサイズ違うわ。え、ケイゴくんアニメとかで全部見たわけじゃないですか。1話から見てる。どうでした。いや、さすがに海賊団と共闘してる。あー、共闘。ウソップとヤソップ一緒に戦ってる感じはめちゃくちゃ熱かった。あー、なるほどなるほど。あのシーンはめちゃくちゃ熱かった。多分そうです。あの最後のエンディングでガイモンがガイモンの嫁も出てきた時にケイコが横の肘でクガーってやってきた。出てきましたね。はい、かわいすぎだ。確かにサーファンブルってやつ。俺めっちゃムスかと思ったのさ。いや、そうなんです。めちゃくちゃ嫁も入っとったやろ。めちゃくちゃあった。嫁も入ってる。あれ嫁も入ってる。宝箱でやってた。だいぶ狭いけど。こだからに言われたってね。綺麗だなって。何か続きまして、コージロ君って結構ワンピースで見たりしてるんですか。あ、一応もう本当一般的には言ってたんですけど、まあちょっとチャニックスかっこよすぎてね、あの、なんか気持ち悪いってんのかな。腹筋がさ、すごいさ、こだわりの人たちセクシーだったもんね。めっちゃセクシーだ。かっこよと思って、もう絶対出てくるだろうなっていう。ルフィをちゃんとついでちゃんと来た。あ、確かに確かに。全部来ると思った。入ってきた。ちゃんといる。俺も思った。あれは
あの歌はさ、あの薬を飲んでからみんなに歌ってもよかったんじゃないかなっていう。確かに。なんであれ飲まなかったの？あれがね、ちょっと謎。謎すぎる。なんてやってる。あれ前飲めたよね。歌があれどうなった？死んじゃうんだよ。あれは死んだと。死んだ。なんか出てきてた。実は生きてた。それは謎すぎる。それは。ずっと吐く死んでる。あの顔で生きてたの。はい、飲んでこれを飲んで寝ればって言ってたんで、寝ちゃう、寝ちゃう、だから治せなかったみんなを。だから自分の命を犠牲して、あの助けた、みんなを助けた。たくみくんがね、結構ジャンプ派で、俺ジャンプユーザーなんで、結構さっきのね、そう、さっき見てらっしゃるんで、どうでしょう。白いやつ出てきた時は、やばい、もう出てくるんやと思って、ね、まさかの、確かに。チラッとだけだった。それはちょっと面白かった。アニメ派からしたら、何やこのこいつだってなんか情報は知ってる。でも、戦いのシーンがめちゃくちゃ好きで、なんか何やったの、相手来すぎる。ちょっとね、質問して最後、ニカ出てきたじゃん。ニカ出てきたってことはさ、途中ビッグマム出てきたじゃん。ビッグマム普通に喋ってたよな、ニクイニュージャラみたいな。あれやられた、やられたやつらって、あれはね、多分まあ、パラレル、そうそう、ティテレスがパラレルワールド で、あの最初にルフィがウタのステージになった時に、あれは5番目の皇帝のみたいなことを言ったわけで、本来ルフィがカイドウを悟って4皇になってるわけだから5番目の皇帝じゃないんですよ。あってことは、はいはいはい、和の国の、まあ、そのカイドウ倒す前ではあるっていう。むずっ。あー、なるほどね。はい、ここからおかしい状況になってる。あと僕が思ったのは、はい、ギアファイブになれた理由は、あれ、ウタウタのワールドの中じゃないですか。はいはい、だから、この、で、ルフィがギアファイブに原作でなった時に言ってた言葉が、思ったことが全部できるっていうさ、はい、だから、思ったことを全部想像したら、結果それがニカの姿だったっていうことなのかなって思ってて、はいはい、なるほどね。なるほど、なるほど。変身のシーンなかったっすよね、まあ、そうですね。リンゴがそうなってたかもしれないしね。実はアゾンことあーなるほど、これまず聞こうと思ってたけど分かんなかった。それだけあるさが聞こえなかった。最後の一撃の前までは普通にギアフォースだったんですね。そうですね、すごいでっかい顔が出た時にはくるくる眉毛になったり、なっとったなっとったなっとった重なってくるから、はいはいはい、ちなみに6回目はい、明日の朝見に行く、明日の朝7回目で12時間いない、はい、明日の朝8時に行ってきます。数時間後寝たらいい。数時間後僕なりの解釈でいろいろ話してもいいですか。はい、お前に4つポイントあると思ってるんです。4つ、はい、1つは手紙のシャンクス天竜人説がほぼほぼ確定したんじゃないかなっていうシーンが、ええそう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 ゴルゴ先生、そうそうそう、あ一番血のつながり、なんか、なんちゃらフィアーランド家、フィアーランド家の血筋ってことかっていうのは、あの歌が娘やったら、うん、じゃあそのフィアーランド家の血じゃないかってことですね。そう、なんか多分40億巻に書いてあることとして、これですね、おはい、この子、38年前、ゴッドバレー事件、ゴッドバレー事件ってわかります？はいはいはい、はい、天竜人、そう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 、天竜人を狙ったロックス海賊団をロジャーとガープが止めたっていう、はい、そしてロジャーが奪った財宝に紛れ込んでいた赤ん坊サンクス一切出る。そうなんですよ。つまり歌を拾った時にロジャーとレイの顔が、だから撃ったのか、そうです。なんでと思ってよ、宝箱に天竜人の島の中にシャンクスがそこ紛れ込んでて、そうそう、赤ちゃんの時に、そういうことです。で、機械から持って帰る時に入っちゃって開けたらシャンクスがおったっていうのが一つあるのと、はい、自分のついてくるじゃないですか。はいはいはい、はい、毎回毎回怒られる。シャルロス星が出てきた後のゴローセの発言が気になって、捕まったよね、あの人が。そうです、捕まりました。で、世界人口の7割をウタワールドに連れて行っちゃうっていう、はい、もう早くウタを殺さないといけないってので、で、そこで五老星が決断しなければ、たとえ天竜人が関わっていたとしても、はいはい、言ってた、言ってた。これは、シャルロス星のことに見せかけた、はい、シャンクスのことなんじゃないかな。おい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 。なるほど。おい、重すぎるやろ。そうシャンクスが見せかけての低すぎるって。2ポイント目、低かってるだけで別に答えとかないんですけど、
最初に五老星が出てくるシーンで、ハイパーポールの言ってた通り、大海賊時代を覆すような新しい戦力が出てきたなという話をしてる、はいはい、違う新時代みたいな。そうです、はい、これで僕すごい引っかかってて、大海賊時代を五老星は壊されたくないのかっていう疑問が生まれたんですよね、ここで、はいはいはい、そのそこまで歌の概念別に何もない状態でただライブをします。別に確かにどうでもいい。そうなのに大海賊時代をこう揺るがすような存在っていう発言をしてるんですよ。でこの大海賊時代って別に五老星からしたら本来ない方がいいはずじゃないですか。そうですよね。なのにこの発言をしたってことは僕たち一つ気になってたんで、タイトルすごい答えとかないんですよ。ポイント3つ目、はい、ワンピースっていう作品の根幹に関わるようなシーンなんです。実は、はい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 、冒頭のシーンでまずその海賊っていうものはすごく悪いものなんだよっていうのが改めて強調される、はい、実はこの映画僕の書きですよ。ルフィ、ウタ、シャンクスそれぞれが目指す新時代にどういうアウトプットをして新時代を迎えようとしてるかっていう映画です。なんで僕がそう思ったかっていうと、ウタとルフィはまず新時代ってことで一致してる発言があるんですよ。ルフィはいつも言うセリフ、海賊王に俺はなる、はい、言うじゃないですか。これのさらに先のセリフが出てきた。そうなんですよ。はい、なんで海賊王になりたいのかっていうのがこの明かされた。そうそう、新時代を作るためだと言ったそうです。これルフィ初めてですよ、ね、初めて、うん、僕もそれはなんかおっとびっくりして、そうなんや、ルフィは海賊王になるのは新時代を作るためだったんだっていうのが初めて明らかに。それはマジで思った。で、この新時代っていうのがじゃあ何かっていう時に、歌のやり方はウタワールドに連れていくことだった。ルフィはそこの部分は描かれてないんですけど、海賊王になることで何かをして新時代を迎えるっていうのが多分ルフィの答えなんですよ。で最後にシャンクスが人間はそんなにやわじゃない、言ってました。その後に言うセリフ、ルフィとを見て、はい、それに新時代はゆっくり言ってた、言ってたすぐそこだって言った。つまりシャンクスの新時代は新時代を迎えさせるルフィにかけた、新しい時代にかけてきた。はいはいはい、言ってる、言ってるわ。とりあえず立ってきた、言ってるわ。思ったんですよ。これはもう終わりが近づいてるなっていうのと、シャンクス最後の適切とかなんか出てるんですよ。 TikTok で超見るんですよ、はい、絶対ないなと僕もそう思いました。絶対ルフィを押し出す側だなと思った。シャンクスさんも完全に味方や、ね、これなんでシャンクスがルフィに託すのかってことを考えたときに、それはシャンクスが D の意思を継いでないから、きっと自分じゃ役目を果たせないからルフィにこれを授けてるのかなっていうのが僕の解釈なんです。だからロジャーがダフテル行って帰った後めっちゃ泣いてたっていう。そう、これが僕は出世を明かされたんじゃないかなって思って。なるほどなるほど。じゃあ何もできないからロジャーの意思を継げないっていうことに涙したんじゃないかなっていう。すげえ、俺にはもう無理だと。そうです、だから新しい時代にかけるしかなかったんですよ。だからバチコリ強いのに、まずワンピースを目指してないのがいいやん。そうやね、それはずっと思ってた。白ひげとかも間違いない、はいはいはい、なんでだろう。で今原作でね、まさにそういったところやってますけど、まあはい、ルフィを待ってたかのような、おでんも20年後そいつらが来るみたいな、はいはい、なんでお前らは行かないんだろう、ずっと思ってた。そこはこれから明かされるんだと思うんですけど、で僕が最後気になったのは、どんな立場の人間であれ悪いやつもいるよっていうことなのかな。海賊、ルフィ、いいやつ、最初に冒頭に出てきたやつ、悪いやつ、はいはい、天竜人、悪いやつだけのイメージしか僕から植え付けられてないですけど、シャンクスっていういいやつがいるよと。どんな立場の人間でもいいやつと悪いやつが存在して、かつそれは人間の内なるもの、二人性を秘めてる歌のようにっていうことなんじゃないかなと。だからこそシャンクスがいろんな描かれ方っていうのは、そういうことも匂わせるためじゃないっていうのを含めてこの映画が描かれてるのかなっていうのを僕は思います。何に伝えてるんですか。僕自身全然見た方がいいですよ。これ義務化した方がいいから。
マジで学校とかで鳴らしてくれるんですよ。マジでいいやもん。仲間の会社だよ。協調性もらえるから。本当に思いとか出るし、仲間思い出るし。この4つのこの映画で描かれてることなのかな。ジュニアよりええやん。あのもう分かりやすすぎ。じゃあ僕2個だけいいですか。はい、お願いします。あ、いいです。あ、ちょっとだけ出たんですけど、シャンクスの懸賞機出たって言ってます。あ、でもちょっと出てたじゃん。あの、あの時、やった時の、そうです。一巻で俺ら見てる時、もう10億4000万やったみたいな。10億400万かな ?4000 です。4000ですかい。っていうのが、あの、あって出たんです。ボンクは？あの、ボンクレイが生きてた。はい、歌が世に出てからじゃないと今まであの見えないわけですから、それがちゃんと分かったってことと、ロン・ジョンスさん、すごく意味深なシーンです。ここに最後歌のさっきの設定のところに書いてあるんですけど、悪者はソフトムジカだけです。歌の計画は失敗してそれでよかったけど、新時代を司会やったルフィが生きています。もしかしたらシャンクスもシークレットうまいっていう意味深な黒とじみたいな。絶対死ぬなよ。小田さん絶対死ぬな。ほんま死んだから。小田さんほんまコミットないんだけど。気づいたのに。ほんまに。小田さんはなったもうもうやつ。俺らも一生生きていく。一生生きていく。皆さん楽しみだよね。めちゃくちゃ、いや俺なんか2回見るのじゃそれ聞いたら。それは面白いから聞いたら。マッポンギと面白いのに。マジやばい。ユノが強いから。ユノ君が強すぎて、重要な2個の情報が薄すぎた。でも、全部言ってくださいました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。